綺麗はこれで疲れますという本なんです。私が開発をした若玄米リセットプログラムが紹介されているんです。こんにちは、柏原幸男です。いつもお米チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回は今話題の美容本をご紹介します。女優のめぐみさんが著者なんですけれども、こちらの本、綺麗はこれで疲れますという本なんです。とっても話題になっているので、もう読んだよっていう方も多いんじゃないかと思うんですが、まだ読んでいない方はぜひお手に取ってみてください。普段私こういう本あんまり買うことがないんですけれども、この本は発売前から予約をしてゲットいたしました。と言いますのも、この本で私が開発をした若玄米リセットプログラムが紹介されているんです。なんとめぐみさんはこの若玄米リセットプログラムを定期的に実践してくださっていて、すごい効果を感じてくれてるんですね。めぐみさんが実際に試して良かったものだけを紹介している厳選の美容法の中に選んでいただいたということがとっても嬉しいです。届いてすぐに思わず熟読してしまいました。この本を読んだ感想としては、めぐみさんの美に対する思いの強さ、すごいなって思いました。女性なら誰しも綺麗になりたいってね、そういうのはあると思うんですけど、でも思いながらもなかなか徹底してやるって難しいですよね。めぐみさんが試した1000以上の美容法から厳選したものがこの本で紹介されているんですけれども、本当にですね、一つ一つなるほどって、そして何よりも分かりやすい、いろんな方法が具体的に紹介してくれているので、すぐに実践できるっていうのも嬉しいところだなって思います。で、読んでいて思ったのは、めぐみさんってすごく客観的で物事をしっかり判断できる方なんだなっていうことと、あとはそれぞれの分野のプロにちゃんとアドバイスをもらう、サポートなんかもしっかり受けながら実践してこられてるっていう感じがしました。そして何事もコツコツと続けること、もうこれに尽きるなっていうのも感じたんですけど、このコツコツ続けていくって本当に大変なことでもありますよね。私自身はもうすごいズボラで面倒くさがりなんですよ。なのでいわゆる美容法みたいのって本当にね、何にもやってなくって、読みながらもっとちゃんとやったらね、美しくなれるのかな、レベルアップできるのかなっていう希望は持てました。あとはやるだけだなっていうところなんですよね。続ければ効果があるっていうものたくさんあるんですけど、やっぱりですね、効果的な方法を選択するっていうの大事ですよね。せっかくやるならやっぱりいい方法を選びたいっていうのがある。そんな時にやっぱり実践をしてきた方が具体的に紹介してくれてるっていうのは、自分が実践する時の選択肢としてすごく参考になると思います。食事以外の美容法もちゃんとやってみようっていうふうに思わせていただいたっていうところで、実践をした結果どう変わっていくかっていうのはですね、今後の私の変化を見ていただけたらと思うんですけれども、またどんなことを実践しているのかっていうことはインスタなんかで発信していこうかなと思っています。めぐみさんもね、お金をかければいいってものではないよっていうことも書いてくださっていて、自分のできること、続けられる工夫をしながらコツコツやることっていうのの大切さはこう書かれてましたね。私にとっては食べること、毎日の食事が一番の美容法だと思っているんですけれども、その中からこうね、細胞をいいものにしていくっていう食事プラス、いろんなこう美容法、外からのケアとか、やっぱり年齢とともにいろいろ衰えていきますので、そういうのをケアするっていうことの大切さを改めて学ばせていただきましたので、もうちょっと美容意識上げていこうかなっていうふうに思っています。この本の中で紹介していただいている若玄米リセットプログラムはちょっと後ろの方に載っているんですけれども、176ページですね。ぜひ皆さんここ読んでほしいです。ファスティングなどの食べない方法っていうのはシワっぽくなるから自分には合わないっていうことも書かれています。めぐみさんのサポートをしているのは健康食育シニアマスターであり管理栄養士の萩野優子さんがずっと担当されているんですね。若玄米リセットプログラムは全国のシニアマスターがサポートをしてますので、
興味があるという方は健康食育シニアマスターのサポートを受けてみてください。ちなみに Amazon のページでこの本の中のページがいくつか紹介されているんですね。何ページか紹介されている中に若玄米リセットプログラムのページも載っていますので、そのページはですね、なんと本を買わなくても読めちゃうというところではあります。 Amazon のリンク概要欄に貼っておきますので、ぜひ見てみてください。これまでもめぐみさんが実践してくださった時に、結構インスタなんかでその実践の結果なんかを投稿してくださってるんですね。ビフォーアフターを写真で載せてくださってる時もあって、本当にね、驚くほどの違い変化をされています。そのめぐみさんのインスタのリンクも概要欄に貼っておきますので、ぜひ見てみてください。若玄米リセットプログラムの最大の特徴は、しっかり食べながら代謝を上げていくことによって食べても太りにくい体を作ること、そして胃腸機能をしっかりと上げる、胃腸を鍛えることによって栄養がちゃんと取り込める体を作ること、そして腸内環境を短期集中でガラッと変えることによって体の反応が大きく変わってくるっていうことなんですね。皆さんの今までの常識を覆すような体の変化、違いを感じる方が多くて、感動しましたなんていうお声とってもたくさんいただいております。こんなに食べてるのに体が引き締まってメリハリが出るっていうことが、まあ、結構皆さん驚かれるポイントで、食べてますのですごく綺麗に引き締まるんですよ。そして何といっても体調がめちゃめちゃ良くなる、メンタルが安定するっていう、まあ、こんなね嬉しい効果がたくさんあるんですが、まあ、人によってその変化ってかなり違います。でまずは自分でもできることたくさんあります。そのポイント、食べ方についてお伝えする無料メール講座があります。いつもご紹介しているメール講座とは別のものになりますので、ご興味がある方はぜひ読んでみてください。綺麗に締まって調子が良くなる食べ方無料メール講座となっております。概要欄のリンクに貼っていますので、ぜひ読んでみてください。私はめぐみさんに直接お会いしたことはまだないんですが、いつかお会いしたいなって思っています。この場を借りてめぐみさんに感謝の気持ちをお伝えしたいです。若玄米リセットプログラムをご紹介くださりありがとうございました。そしてめぐみさんとのご縁のきっかけとなった健康食育シニアマスターの萩野優子さんにも本当に感謝しております。この本がきっかけで食べることの大切さ、そして食べることでも体は大きく変えることができる、元気になりながら美しくなるということについて気がついてくださる方が増えたら嬉しいなと思っております。美容に関してはかなり無頓着でズボラな私ではありますが、食事だけはこうしっかりやってきたというところで、食事だけでも大きな変化を感じてきました。今度は私自身がこの食べる美容法でどれだけ変化をしてきたのかっていうのを、ビフォーアフター写真なんかも含めてご紹介する動画を作りたいなと思っております。ズボラな私が実践してきた私なりの意識していることをお伝えできたらなと思っています。まずは皆さん、美のカリスマから学んでみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。また見てください。